BP, BP, BPA, BP, PLC はイギリスのエネルギー関連事業を展開する多国籍企業。一大貴族を量産してきた国際石油資本の典型。民営化で進められた垂直的統合により、石油や天然ガスの炭鉱、シュルンベルジェと連携から採掘、輸送、パイプライン含む石油生成、小売りまで一括で行う。 他のスーパーメジャーと同じく、裾野が、さらに広い、天然ガスの生産とそれを利用した、発電事業、再生可能エネルギーとしての太陽光発電、風力発電、石油化学製品の製造、販売も手掛けている。オーストラリアで財を成したウィリアム・ノックス・ダーシーが、1901年からイランで、油田探査を続けていたが、数年で資金に急して、 イギリス行政当局の介入を受け入れた。1905年、ダーシーが募ったシンジケートにバーマオイルが参加し、経営権を獲得した。1908年に、中東で最初の油田を発見、マスジェド・ソリーマン、翌年4月アングロペルシャン・オイルカニーを開業した。この会社の持ち分は、当然、バーマオイルがほぼ全部を握っていた。1910年にバーマオイルから、 マネージングディレクターとして、グリーンウェイ、1927年に、断尺が送り込まれ、第一次世界大戦回戦の年に会長となった。この1914年、エイパッチが、イギリス海軍と燃料供給についての長期契約を締結。イギリス政府が、BP に200万ポンドを投資し、2、3の株式を取得した。これは設備投資のためであり、 それまで生成、運搬、販路すべてにおいて不自由していた。エイパッチの資金は違った、使われ方をしていた。1912年カルースとグルベンキアンが設立したイラク石油会社に50%も参加していた。この年にロイヤルダッチシェルがエイパッチの市場開拓と製品販売を10年契約で受け負った。勢いづいたシェルがエイパッチを買収しかけたところ、 グリーンウェイがウィンストン・チャーチルと交渉し、軍との契約にこぎつけたのであった。政府はマーガレット・サッチャーに民営化されるまで議決権を行使することがなかった。1917年、エイパッチがブリティッシュ・ペトロリアムを買収した。これは欧州石油連合、ヨーロピアン・ペトリウム・ユニオンの子会社であった。欧州石油連合の主要株主はドイツ銀行であったので、 欧州石油連合は適正資産としてイギリス政府に接収されていた。その後 A パッチを民営化する提案が政府側から浮上した。しかしこれは1924年11月に政府持ち分を維持する方向で決着した。1927年にキャドマンが会長となり、翌年に国際カルテルとして赤線協定を結んだ。世界協好においても 国際石油資本は生産量を伸ばしていったが、しかしキャドマンはイラン政府に払うロイヤリティを減らした。レザーパフラビーが起こって1932年11月に開発許可を取り消した。この紛争が最終的に国際連盟に持ち込まれ、将来60年間を対象とする和解に達した。A パッチの開発可能区画は当初の約1、4に減らされ、 原油重量に対して支払われる新しいロイヤリティの割合もめられた。1935年、A パッチの社名が変更されて、アングロイラニアン石油会社、アングロ、パージアンオイルカンパニーとなった。第二次世界大戦中イラン政府が次の地域における会社利益の半分をロイヤリティとして要求した。1948年ベネズエラ、1950年、 サウジアラビアについて、それぞれ現状に燃え上がる不満を申し立てたのである。交渉は決裂してしまい、モハンマド・モサテクが1951年5月1日に国内石油産業を国有化したアーバーダーン危機。イギリス政府とアメリカの CIA が動き、1953年に彼を失脚させた。翌年、エイパッチ後継のシンブリティッシュペトロリアム、 ザブリティッシュペトリウム C 大井化 BP が設立され、というコンソーシアムで最大の40%が割り当てられた。ルマイラ油田を発見した BP は、イラクとクウェートへ進出し、また、世界のあちこちに生成所を増やした。欧州、オーストラリア、そして、アデンである。カナダへは、ロスチャイルド関係資本の一つとして参入した。1965年、BP は、 イギリスの経済水域に北海のガス電を発見した。1970年10月には油電を発見した。1969年 b p がプルドーベー油電の一つを発見した。そばの油電をすでに見つけていたアトランティックリッチフィールドカンパニー、アルコがライバルとなった。このアルコはオイルショックの後1976年ペトロカナダに買収され、 1977年にアナコンダ銅鉱山会社を買収し、同年トランスアラスカパイプラインの21%を支配することにもなった。1979年イラン革命が起きて、イラン国内の事業が無保障で国有化された。革命の年に英国政府が BP に対して保有する8000万株が放出された。1987年に完全民営化されるとき、 政府株31.5%が売り出されて、クウェート投資庁が21.6%を取得したが、A 財務省の要求で9.6%に減らされた。また、この年 BP は、オフショア市場化して間もない東京証券取引所に上場した。1989年、エマソンエレクトリック出身のホートンが BP 会長となった。彼の指導により BP は、 伝統的分野と石油化学工業において垂直的統合を進めた。ホートンは16%も労働力をリストラしたが、アラリオ2年間で145億ドルも減少させて、会社を赤字へ転落させたので、1992年に辞めてレールトラックの会長となった。それから3年間で BP はさらに9000人を解雇した。1995年、サイモン。 2004年からユニリー・バコモンが新会長となった。1997年まで活躍したが、その間 BP は中国石油加工の子会社、シャンペトロケ・マッケルとの合弁事業を拡大させ、日本へのスタンド進出を表明し、ロシアの師団子に10%参加した。1998年12月、BP はジョン・ロック・フェラー創業のアモコと合併し、 BP アモコとなった。BP の株主は、ブラウネ、ジョン・ブラウンを代表として60%参加した。新会社は2000年にバーマカストロールとアルコを買収した。一連の経営統合は競争回避につながった。2001年、会社は現社名を採用した。2002年6月、ペトロカナダを伴って EON が、 ビバ系列に持っている16億ドル級の石油事業を買収した。その代わり BP は7月に不仏戦争から交戦国間で開発競争の焦点となっていたゲルゼンキルヒエンの子会社を売却した。2003年 BP はインドネシアの KP 石炭とタング油田、それから北海油田、その他世界中の事業を売却して、 事業を縮小し、ロシアと出資を接半で、チュメニ油田開発会社を設立した。2004年、中国石油天然機の株を2%売却して16.5億ドルを得た。2005年、テキサス式製油所爆発事故を起こした。この年も、事業売却が行われ、イネオスへ、化学工業を譲り渡し90億ドルをた、イナベイン。2006年、プルドーベイで、 パイプラインが腐食して、オイル漏れが起きた。メキシコ湾事業のアパチェに対する遺憾も進んだ。2007年、アソシエーテッドブリティッシュフーズ及び、デュポンと合弁会社を設立したビベルゴフールズ。ブラウネが引退し、b p の経営陣は現在のものとなった。2008年、申請により、東京証券取引所の上場を廃止した。 世界金融危機以降も試練は続いた。BP はチュメニ油田開発会社をめぐり、ロシアと紛争となった。2010年メキシコ湾原油流出事故が発生した時は被害回復のため200億ドルを拠出することでオバマ大統領と合意した。しかし決着せず、米司法省、環境保護庁、運輸省からプルートー米の件も絡めて民事訴訟を提起された。 2011年5月 BP は環境保全に6000万ドルを民事賠償として2500万ドルをそれぞれ払うことに合意した。2012年社長のダドリーがプーチンに押し切られてチュメニ油田開発会社の持ち分をロスネフチへ売却することになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。